あのね、僕が僕のこと嫌いな人を批判しないでほしいんだよね。あの嫌いっていうのは普通の感情だから、あの別にこの人のこと嫌いってそれ別にいいことだから言って、でその嫌いって言ったやつに対してみたいな感じで噛みついくのが一番良くない。それが、それの方がクズだよ。噛みつくやつの方が。意味不明な理由で誹謗中傷してるなら噛みついていいと思うけど、素直に喋り方が嫌いとか、そういうので嫌いってちゃんと理由があるなら、それはそれだから。何もう一試合してんの？あ、ごめん。さすがにスプラゾーンの放送で2試合はちょっときついか。そうやな、やっぱみんな。確かに。ちょっとやりすぎやな、これは。ほのかちゃん、ほのかちゃん王冠ついてんの、俺王冠ついてないんだよ。バブ、強すぎでしょ今の3点当たんねえの、やべえ。いや、この試合負けたら言っててマジでやめるかな今日。俺は女子小学、やばっ、俺は女子小学生に負けるのかこの俺は。嘘だろ、最近ぶっちゃけなんか女子小学生に負けてるプププじゃなくてさ、逆だよね。大人が小学生に勝ったぞーっていう感じだよね最近。従来プレイヤーばっかりだから。 What？ 逆にうわ大人に負けてるこの子プププっていう感覚だよね。そう、終わってます。これが大人や。いったれ、ナーイス。うっ、いろいろ物を置けるし、チャーいるわ、負けたわ、これは。チャーバーサススクイックになる。負けやん。
やっぱいたよな、今。騙されたわ。ゲームに。今、ゲームに騙された。今、システムに騙された、今、完全に。うまいと思います。ナイス。はい、勝ちー。イージー。まあいろいろ申請とかせなあかんや。まあ日本と違うかもしんないけどさ、まああっちでパスポート持ってんなって当然かもしんないけどさ、まあ1週間ぐらい前からさ、普通はあれやん、準備したりするやん。そういう手間暇考えるとほんとかわいそうではあるよね。まあ仕方ないんだよね、自然災害は。割とどうしようもないから。ピンポイントで週末だもんな。しかもニュースでもあんだけ、いや週末やばいですよ、やばいですよ、いやー関東はやばいみたいな感じで言ってるやん。残酷だよな、ほんとに。あんな、ええやん、もう。関東やばすぎ、クソワロさーみたいな感じだもんな。明らかに地方の時と温度感の差があるもん。めっちゃ悪いけど。メディアがよ。あれだけ言っても来るの知らない人多いし、まあそれはあるね、うん、俺とかね、ニュース見ないから。ニュースっていうかテレビ見ないからさ。うめえそれ。スフィア持ってるっていう状態が強いよな、今みたいなのは。無理ができるっていう。止めたけどきつそう。ナイス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 キープだ。ナイスでかい。そのでかい相手の。しゃあないけど。ツイッターだけで十分リツイートも嫌から。いやツイッター見てない人いるからね。まあツイッター俺らにとっては当たり前だけど、当たり前じゃない人って普通にいるんですよ。
あ、もうちょっと。ナイスミド神これよくリードしたな。え、なんで止めなかったんだろう。相手絶破刺さった、もしかして。いや、これ絶破弱い。この絶破別に死んでもいいもん。ここでもう一回溜まる読みで書いてんのかな、これ。いや、この絶対弱いから大丈夫。死んでも OK。いこれ。終了。いや、味方噛みすぎた。マジで。27球してるやついる。よう勝ってたのこれ。かわいそう相手。